こんにちは、速稼塾の久保です。今回は、返信動画になります。返信動画なんですが、プライバシーに配慮してちょっとね、どなたへ向けての返信かっていうね、ここで控えさせていただいてですね、一般公開動画ですから、私の方から、まあ、お礼とですね、そしてこの動画をご覧の皆様に一つのね、励みを、そのためのヒントを、お伝えしたいと思うんですね。まずはね、今回のメッセージなんですけども、私に寄せられたメッセージは、速稼塾のね、分割費用の最終的な振り込みが完了したと思いますってことだったんですよ。この方はね、毎月毎月1万円ずつを振り込んでいただいて、それでこの度完成したということでね、ですね、2年4ヶ月と書いてますけども、まあ、そうですね、そのぐらいになるでしょうね。で、お仕事も変えられて、で、私のところにね、何度も来ていただいて、まあ、奥さんもね、来ていただいたことがあって、その頃はうちには子供がいませんでしたので、ああ子供がいるってこういうことなんだなと少し思った覚えがあります。で、私の方ではね、今大和くんが1歳半になって、あ、ちょっと勘違いがあったかもしれない、すいません。他の、なんですか、奥さん連れできた塾生さんも子供連れで来ることが多くてですね、ちょっとこれごっちゃになってたかもしれません。ちょっと記憶が曖昧なところがあって申し訳ないんですけども、まあなんせね、奥さんといらっしゃったことはよく覚えてますんでね、なんか懐かしいなと思うばかりでございます。当時とは収入の変え方が変わっていく。当時稼げたものは今稼げなくなったり、当時稼げなかったものが今稼げるように育ったりとか、さまざまマーケットは変化しますし、自分の選択肢も変化する。でその中で稼ぎ続けるため、もしくは時にはね、ちょっとした損害を受けても、でも損害を受ける前によりもっともっとね、稼ぎ続けなければ、結局自分の人生っていうのは構築できないんですよ。これね、よく恋愛に例えるんですけども、女の子と付き合っていて、まあ振られますよね。振られたらもう再起不能ですかってことなんですよ。ビジネスをしていて損害が出ますよね。再起不能ですかってことなんですよ。いつまでもうまくいかなくなったビジネスのこととか、いつまでも別れた女の子のことをね、ずっと悩んでいて、じゃあそれでいいんですかってことなんですよ。いや、私たちは振られようと取り組んでいたビジネスがどこで破綻しようと、次に向かって人生を進めなければいけませんよね。そうでないと、そもそも自分のゴールにはたどり着かないわけですよ。私の経験上、諦めていい結果が出たことはないんで、諦めないでおこうと思います。ただ、時には諦めも肝心です。でも諦めて他にすることがなくなる状態だったら、これはね、ちょっとね、話が変わってきます。こっちの方はもう諦めても、こっちがあるからもう大丈夫だよ。要するにね、別れた女の子のことはしばらく引きずるでしょう。ね、男ならわかります。でもですね、新しい恋愛に向かっている時に、その大切な別れた女の子との思い出ってのは逆にこの足かせになるんですよ。すぐに過去に封印してですね、新しく好きになった女性と精一杯恋愛をしていって、その人を今度はね、大切にすれば別れてしまった女の子の分までお釣りが来ると思うんですよ。そうやって恋愛もビジネスも進化すると思いますので、うまくいかなくなったこととか、自分に向いてなかったなってことも当然ありますよ。それはありますけども、それを踏み台にして自分の求めるビジネスや収入源に、向かっていかなくてはならないんではないかなっていうふうに私は思うんですね。それで、ここでね、多くの人に励みと、ちょっとね、売上向上、収益向上のヒントをお伝えしたいと思います。これはね、そうは言ってもできないよって人がいるのは重々承知で申し上げますけども、ズバリ YouTube をやることなんですよ。自分の生きてきた人生を YouTube に少しずつまとめていってですね、放送していく。これはそもそも自分の人生の記録にもなり、お子さんがいらっしゃる方はお子さんに見せるためのね、生活資料にもなるんですよ。で、取らないことのリスクよりも取ったことのリスクが大きくなることは、まあほとんどありません。それは YouTube で1万本以上の動画を上げてきた、誰よりもやり込んできた私だから言えます。やってない人がああだこうだとね、不安視するものは信用できないことはないと思いますが、実際にやってきた私とやったこともないその人の不安と、どちらが重いのかってことをもう一度考えていただいてですね、 YouTube に抵抗はあるでしょうけども、でもお金がないその抵抗よりは YouTube に感じる抵抗の方が軽いと思うんですよね。ですんでね、
いろんな形で、私みたいに顔出ししなくても大丈夫です。あの YouTube っていうのはいろんなやり方がありますので、そのためにも YouTube を学んでいったらどうかなっていうふうに思いますね。そして改めてね、いただいたメールを読みながら返信をさせていただいて、ここでね、今回の動画をまとめていきたいと思いますけども、お振り込みがね、正確かどうかを銀行で確かめてくださるそうで、丁寧にありがとうございます。本当にね、そういう細かいところがきっとこの方もね、自分の生徒さんを抱えた時にも生きると思いますので、一刻も早く自分のコミュニティを作ってね、そこで、部下や後輩を育てるように、自分のところに来た自分だけのコンサル生さんをね、育っていっていただきたいかなと思いますね。で、ここに書いてます。最短で行動すれば人生を変えることは可能な期間であると感じておりますが、まだ正直なところ劇的な変化は実現できませんでした。劇的な変化を実現しようと思ったら劇的な行動をしなくてはいけないんですよ。これをね、クレイジーなほどやるっていうんですけども、例えば YouTube の動画をたくさん撮るっていうのもその一つですよ。で、まあ、FX を今回はね、この方はされてるみたいですけども、 FX の取引回数も増やしていくとかね、しっかりと学び続けて、そして誰かにね、 FX の教育をするっていう、そのレベルが低くてもいいんで、それこそね、私が去年出したような FX の基礎用語だけでもいいんですよ。 FX の基礎用語を誰かに教えるっていう経験を持つこと、これが行動量を増やして行動の密度も上げると思いますので、 FX については劇的に力をつけると思います。そしてね、劇的な変化をするためには職場を変えただけではダメなんですよ。職場を変えれば職場が変わるだけなんですよ。自分の内側を変えないといけないんですよね。自分の内側を変えるってどういうことかっていうと、それはどこかからもらう給料を変えるんではなくて、自分で商品を作って、自分で集めたお客さんに自分でセールスすると、これが劇的に自分の人生を変えるってことなんですよ。と考えると、ここはね、半分講義の動画でもありますので、ちょっとね、振り返っていただきたいんですけども、自分の商品って作れましたか、ね、自分の集客ってしましたか、そしてその集客した人に自分の商品を売りましたか。この3つのプロセス、商品、集客、販売、これをすれば劇的に人生は変わります。最初からうまくいくとは限りません。でもこの行動をしなければビジネスはスタートしないんですよ、ね、就職するっていうのはビジネスをしてるってことじゃなくて、ビジネスをしている人の一つのパーツになるってことですから、これでは、ね、収入は変わりませんし生活は変わらないんですね。で、 FX をやると人生が大きく変わる可能性もありますが、FX は逆に資金を失うリスクもあるんですよ。で、 FX っていうのは自分の実力が非常に測りにくいんで、本当にね、ふわふわっとした感じになっちゃうんですよね。まあでもその中でも FX の力を実感されてるということなので、ぜひね、 FX の方も頑張っていただいて、早めに FX の講義をね、誰か一人でもいいからできるといいなと私は思っております。はい、まあでもね、ここに書いてますけども、お子さんが2人目が誕生して FX という本業以外にも稼げる可能性を体験することができたと。で、精神的にも安定したということで、理想の家が完成する予定もあるということでね、これから夢も広がってくると思います。そして夢を下支えするのはね、たゆまない現実ですからね。私も夢は持ちますけども、でも現実をおろそかにすることは今まで一度もなかったと思います。それは借金を抱えた時でも、借金がなくなった時でも同じです。ということで、新しい気持ちでね、一緒にまたいろんなことに取り組んでいきましょう。ぜひ可能でしたら私のズームライブにも出ていただきたいと思いますし、その中でファンの方をね、作れればいいんじゃないかなと思いますんで、これからもね、いろんな挑戦をお待ちしております。私も最大限お力添え、こっからが本番ですからね、こっからが本当の付き合いだと思ってやらせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは本日は一旦終了です。